こんにちは、私はレイラです。留学しながらアルバイトしている人もいっぱいいるよ。私はお花屋さん。卒業した後、そのまま京都で働いている人も多いです。実際に就職した人に聞いてみよう。大学4年間通して可能であれば京都で働きたいなと思って、もう3回生の時からもう一生懸命働き続けられるように就職活動しましたので、無事内定いただいた時は本当にほっとして、今人事の仕事してますので、初めて日本に、初めて京都に働きに来る方といった方と人事の方面から関わるであったり、日本のことを知ってもらう、本当にそれは自分のやりがいとなってて、京都があって今の私の生活があると思うので、その京都の存在といいますかには感謝ですね、はい。彼女は非常にアクティブで、もちろん言葉の面もあるんですけども、やっぱマインドがね、非常に明るくて前向き、ネットワークが広いですよね。だから彼女のそういう持ってるいい部分をですね、もっともっと引き出して、京セラのグローバル化にもつなげていきたいなと。カトリーナには海外出向者のケアだとか現地法人のサポートっていうのをしてもらってます。やっぱ外国人の方の気持ちが分かるので、非常に受け入れる時にこちらが気づかないサポートだとかアドバイスだとかをしてくれて、国籍関係なく本当一丸になってやってくれるので、そういう壁を今後もちょっと取っ払っていってもらいたいなとは思ってます。京都では学校の他にも様々な企業や団体がオール京都で留学生の就職をサポートしています。実際に就職した人からお話を聞いてみてどうだった？留学生を積極的に採用している企業も多いので、活躍できる場が見つかるかもしれませんね。いらっしゃいませ。